はい、お疲れちゃーん。カタールワールドカップに人生をかける男、ケンタロウです。このチャンネルはただのサッカーファンの僕が皆さんと一緒にカタールワールドカップを楽しむためのチャンネルです。よろしくどうぞ。今日はカタールに来てから4日目、デイ4になります。そしていよいよワールドカップが開幕しまーす。で、それこそね、やっぱ現地の人、ホテルにいる人とか、あとその街中で歩いているカタール現地住民の方もすごくね、熱気に包まれてるというか、盛り上がってるような感じで、みんな興奮してんだろうなと思って、羨ましいと思いつつ、僕もね、こっからワールドカップを楽しんでいきたいと思います。残念ながらワールドカップの開幕カードのカタール対エクアドル戦は僕チケット取ってないんですけれども、代わりにですね、本日はザ・ブラックアイドピースのライブコンサートに行っていきたいと思います。みんな知ってるかな、ザ・ブラックアイドピース。俺がその大学生の頃に流行ったアメリカのヒップホップグループなんですけれども、この曲聞いたことあるかな。 I got a feeling that tonight's gonna be a good night。それこそね、まあ、クラブでめちゃめちゃ流れているような、まあ、アメリカのすごく有名なバンドで、僕大好きなんですけれども、そいつらがカタールに来てワールドカップ仕様でライブコンサートをするということで行っていきたいと思います。で、その後にね、まあ、ちょっと時間が許す範囲でワールドカップ開幕日の街の模様だとか、スタジアム周辺、もしくはファンゾーンの、まあ、ファンの方々の状況などもね、お伝えできればなと思いますので、はい、デイ4、ここから楽しんでいきたいと思います。いよいよワールドカップ開幕、みんなも楽しんでいこう。ちなみにさ、ちょっとカタールのコレタなんだけれども、カタール人ってすげえね、優しいんだよね。フランクで話しやすいし、俺にもめっちゃ声かけてくれるんだけども、で、いろいろちょっとカタールの国について聞いたんだけれども、カタールって税金ないらしいよ。それこそ消費税もないし、法人税とか所得税もないから、だからみんな余裕あるんだと思ったわ。そういったちょっと小ネタもお届けしました。はい、今タクシーでライブ会場に向かってます。運転手さんも日本対コスタリカの試合勝ったみたいです。You're going to Japan and Costa Rica, right? Yes, sir. Costa Rica. We are a big fan of Japan. Ooh, good. Good. ちょっとね、今緊急事態が起きてます。もともとね、俺ザ・ブラックアイドピースのコンサート夜6時にあると思ったんだけれども、実際はね、11時ぐらいから登場するらしい。やべえと思って、その間時間どうしようと思ったんだけど、まあ、せっかくだから近いし、エクアドルとカタールのあの開幕戦が行われるスタジアムに行こうと思ったんだけれども、その道中ウーバーで拾ったタクシーのタイヤが壊れて、今足止めを食らってます。なんかね、運転手が今めっちゃ調べてんだけど、絶対これ壊れてる人だって、めっちゃタイヤから変な音したもん。マジ怖すぎだよこれ。高速道路の中で足止めを食らってます。マジ大丈夫かよこれ、本当に。判決だ、判決、判決だしさ、こいつマジで暗くてごめん。さっきね、治ったって言ってまた運転し始めたんだけれども、もうタイヤから変な音して、もう怖え、高速道路で車も多いし、これ死ぬんじゃね俺マジで、こいつのせいで。もうこいつ大丈夫大丈夫ってなんかニコ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 しながら言ってんだけど、全然大丈夫じゃねえじゃん。またどっか行っちゃったしさ。これちょっと待って、どこ行ったのこれ。俺高速道路でマジで一人になってるよ今、怖っ。大丈夫かこれ。It's okay. ちょっとマジ怖えよ。It's okay? Okay, it's okay. Are you sure? Yes, sir. Come on, safe. Be safe, right? Safe, 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 sir. はい、今ね、無事アルバイトスタジアムに来ました。途中で心臓になったけれども、なんとか乗り切りました。はい、今ね、アルバイトスタジアムをね、パーッとこう回ってみてるんだけど、多分ね、もう試合開始1時間前ってこともあるので、多くのファンはスタジアムに入ってると思います。で、めちゃめちゃね、興奮してる声がね、します。おーみたいな。いやー、見たいな開幕戦。チケット取れねえかな。まあね、こんな感じで開幕戦はすごい熱がスタジアムから伝わってきます。
ちょっとね、あまりにも外が寒すぎて、一回ホテルに戻ってきて、長袖に着替えて、また、ブラックアイドピースのコンサート会場に戻りたいと思います。なんかね、出店とかもあって、ステージの前のいい席で撮れるみたいです。今さ、バーでさ、レッドブルーボックス買ったらさ、日本円で多分2500円ぐらいだよ。基本カタールって、まあ、原則お酒 NG っていうのがあって、ある程度その定められた場所でしか買えないんだけど、まあどんなに厳しくても2000円で高くね。まあ美味しいからいっか。お疲れ様です。今ね、夜の2時です。ライブ行ってきました。ザ・ブラック・アイド・ピース最高すぎるわ。感動した、マジで。うわー、もう興奮止まんねえわ。 I got a feeling の時もみんなケッケケッケ言ってたからね。うわー最高で、そこでね、たまたまライブ会場で日本人の駐在員の方、商社マンの方々と仲良くさせてもらって、で最後はね、その商社マンの専属のドライバーに一緒に車で送ってもらって無事帰宅しました。ありがとうございます、商社マンの方々。まあそんな感じで、ライブ会場の模様はですね、前に、動画載っけたんで、ぜひとも臨場感味わってください。はい、ということでデイ4終わりました。ライブ最高すぎです。そしていよいよ明日ワールドカップ初めて試合を見ます。オランダ対セネガル。マジで楽しみです。ということで、行ってらっしゃい。マジで興奮すぎて、行ってきます。